去る今週18日の日曜日、秋晴れの爽やかなこの日の午後、東京町田市の農村伝道神学校広場にて町田防災フェスタが開かれました。今年1月に発足したばかりの町田防災ネットワークは、顔の見える関係を大切にし、教会間の交わりを深めながら、緊急時にお互いが共に助け合える環境づくりを目指し、その後も積極的に防災活動に努めています。1月25日に発足式がありまして、前回はまあ室内でありましたけれども、今回初めてですね、屋外で、しかも市内の諸教会、また賛同する諸団体の方々に集まっていただいて、顔の見えるそういう信頼関係を作りましょうということで、まあ、この屋外でのイベントになりました。交流スペースの各テーブルには、色分けされた4つの地域別にそれぞれ地図が置かれ、どこにどの教会があるか一目瞭然に表示されていました。またテーブル付近にはブースが並び、震災時に重要になる防災用品や非常食などが展示されていました。ゴスペルシンガー横山大輔さんのミニコンサートから町田防災フェスタがスタートしました。横山さんは東日本大震災後、被災地福島に3年間移住し支援活動をするなど、震災には特別な思いがあります。だからこそ、このように教会同士ネットワークを築き、緊急時に助け合う試みは横山さんにとっても喜ばしいことです。なかなかね、あんまりこういう教会のつながりがないところが多いかなと思うんですけど、町田はこういう先生たちはね、仲いいんで、僕も牧師会たまに参加させてもらったり実はして活動してますんで、はい。まあ、自分は大和市なんですけど、大和市もなんかまあ頑張っていこうかなと思って。その後、防災についての話が運営委員副代表でありクラッシュジャパンに携わる永井俊夫氏よりなされ、各家庭に配布された東京防災対策ブックをぜひ読んで防災に備えようと、その大切さを語り、続いて町田出身の都議会議員で同ネットワークの顧問をされている今村瑠香氏が、震災時に教会が提供できる役割は大きい、みんなで協力し合い災害に強い町田市にしようとエールを送りました。防災に関わる大切な話をいろいろと聞いた後は、色分けされた地域ごとに集まって同じ地域にいる方々と挨拶をし、ご近所にどんな教会があってどういう信徒さんたちがいるのか言葉を交わし合いながら、顔の見えるネットワークを深めました。プログラム後半は防災体験や備えのためのワークショップなどに参加しました。キャンドルデザイナー谭優子さんが指導するキャンドルワークショップは大人気、子どもも大人も次々に体験コーナーに入ってきて、初めてのキャンドル作りを楽しみました。あまりの素敵な出来栄えに、震災まで取っておけずクリスマスにすぐ使いたいと思われる方も。簡単キャンドル、これクリスマスに使おうかな、うん、キャンドルって防災用にわざわざ備えるっていうんじゃなく、こう日常に置いておいて本当に困った時に火がつけられるっていうのもありだと思うので、作って飾っていただくのもいいと思います。で、本当に何かの時に無機質なろうそくよりもこういうものの方が癒されるとか、香りがついてたことで癒されたっていう話も聞いたことあるので、そういうのもありだと思います。こちらは防災訓練をゲーム式に体験するコーナー。相手チームが積み上げた障害物を破壊し、その先にいる被災者を救助し、障害物をどかしながら戻るまでのタイムを競い合うという、なかなか激しい体験ゲームです。そしてこちらは子どもたちが楽しみながら防災を体験するキッズコーナー。バケツリレーをしているようです。小さなバケツを水をこぼさないように注意しながら次の子に渡して、なるべく早く運ぼうとしていますが、上から下から水がこぼれて大騒ぎ。
でも子どもたちの一生懸命な姿は可愛いものです。楽しくゲームをしながら震災時に大人が何をしているのか理解できるようになるし、実際何か運ぶお手伝いができるかもしれない、そんな良い学習の時となりました。本当に子どもさんがバケツリレーで火を消すことはないと思うんですけど、避難所とかで物資を運んだり、あと泥とかおでとかをお家からこう出すときですね、水害とか津波とかあったときに、そういうときにバケツリレーをしているのを見てますので、まあ、同じように物を運ぶときにこういうふうにお手伝いできるよねっていうのをちょっと面白おかしくやってみました。あとお話ししないでやるゲームもやったんですね。避難所であんまり大きい声で遊ぶと怒られてしまうってお子さんが多いと伺ったので、喋らないでできるゲームっていうのをちょっとやってみました。すがすがしい青空のもと、町田の教会が一堂に会して交流を深め、楽しみながら防災について考えたこの日、皆さん大満足な様子です。こんなにたくさんの人たちと一緒に防災っていうのちょっと堅苦しいですけど、こう楽しくするしてやれるっていうことがすごくいいと思います。 3.11 の時も結構町田もいろいろ停電とかかなり被害があったので、何かの時は心強いなと思います。なんか教会のつながりってなんかすごいいいネットワークだなと思って、なんかこれは頼もしいというか、何かあった時にもすごく役立つんじゃないかなっていう感じがすごくしましたね。なんか楽しいのがいいですよね。近くのね、教会があればそこが駆け込み寺みたいになればね、で地域の方にそれを分かっていただくのが目的だって牧師先生もおっしゃってたので、ああそうだってね、私が認識を新たにしました。顔の見える防災コミュニティ、町田防災ネットワークは、これからもさまざまな企画を通して一緒に集まることをやめることなく、かえって励まし合い、震災の日に備えます。近くに助け合える仲間がこんなにいると思うと、自然災害への恐怖も平安に変えられていきます。